どうもジールマンです。いや誰と思ったでしょ。私ガングヒーロージールマンの中野人です。よろしくお願いいたします。いやこの度ですね、私ガングヒーロージールマンのチャンネルが登録者数3000人を突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、今回は多くの方にご愛顧いただいているということで、ヒーローマスクやヒーロースーツを脱ぎ捨て、ただのジールマンとして皆様に感謝御礼申し上げたく思い動画を撮影しております。本当にね、もう皆様心から、あ、間違えた、心からこういうことをしてるから感謝が伝わらないんだよね、ごめんね。でも本当にこれはもう冗談抜きに心の底から皆様には感謝しております。ありがとうございます。いや気がつけばね、うちのチャンネルも動画投稿開始して3年目に入るんですよね。だから2年以上やってるってなると、例えば登録者数10万人とか100万人っていうチャンネルがたくさんある世界ではございます。でもね、まあ、あのガチャっていうすでに結構あの先人がいらっしゃるジャンルの中の、さらに小型のアクションフィギュアっていうニッチなところを取り扱ってるチャンネルとしては、でも3000人もの方が見て登録してくださってるっていうのは嬉しい限りでございます。まあね、そんな日々少しずつ進んでいるこのチャンネル、これを機にね、新しい挑戦をしていきます。この度私ジールマン、ゲームチャンネルを開設しまーす。はい、公式グッズとか公式 LINE スタンプみたいな、そういうお金になる話ではございません。むしろ赤字が増えます。まあでもね、万年赤字ヒーローとはいえ、これね意味がございます。うちのチャンネルでね、もともと結構ボードゲームの動画投稿してるんですけども、ただチャンネルのね方向性が定まっていく中で、ちょっと趣旨とは外れてきちゃったんですね。そうすると当然ターゲッティングがブレてしまう。なのでゲームチャンネルを開設して、ボードゲームの動画をねそちらに移行していこうじゃないかっていうのが考えの始まりです。でさらに僕ね、玩具全般ゲームも含めて好きなので、だったらゲーム実況もできるチャンネルにしようっていうのが、今回の決断の理由でございます。ちなみに動画投稿スケジュールですが、今このチャンネルで月水金投稿、土曜日に配信、さらに各週日曜日にメンバーシップ限定配信を行っております。で今度のゲームチャンネルの方はこちら、火木日に動画投稿を予定しております。まあ、ただね、火曜日はちょっと不定期かなって休みが欲しいんだよ申し訳ない。で、まあ、そうすることによってこのチャンネルと合わせてほぼね毎日投稿が実現可能になるっていうのが、今回の大きなメリットなんじゃないかなと僕は考えております。やはり動画投稿者にとっての感謝の示し方って、こういう動画を撮影する以外にね、日々の動画投稿本数を増やすってこともあるんじゃないかなって思ってるんですね。僕自身、ひいては僕の作る動画を楽しんでくださってる方が少しでもその楽しい時間を長く続けられるようにっていう思いを込めてゲームチャンネル開設しました。でですね、そのゲームチャンネル、なんとすでに開設済みで、チャンネル名がシルゲームスネーミングよなまあそれに関してはね、いろいろツッコミはありますけど置いときましょう。で、そのリンクが概要欄にすでにございます。ですので、まだね何も投稿されてないんですけども、先んじてちょっとね登録なんてしていただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いいたします。動画に関しては明日早速投稿されます。なのでご期待ください。ということで、今回はチャンネル登録者数3000人突破と新チャンネル開設の宣伝でございました。ごめんなさい。ただね、本当に皆様には少しでも長い時間楽しんでいただけるよう今後も頑張っていきますので、よろしくお願い申し上げます。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。